平田ヘッド佐藤輝明を強化して春季キャンプでサード猛練習予告。阪神平田勝雄ヘッドコーチ64が15日今春の沖縄キャンプで佐藤輝明内野手24未得死などの猛練習を予告した。監督の言う通り、普通や普通に当然もっと上手くならなきゃいけない選手は特殊、我々がメニューをしっかり考えながら選手たちの向上を図らなきゃいけない。平田ヘッドは鳥谷はサードも経験している、臨時コーチで来るんだから遠慮せずに監督はどんどんやれって言うと思うよと佐藤明に鳥谷塾入門を奨励、昨週の分も徹底的に鍛える構えだ。鳥谷が出るを鍛えるの肩ブリュー、昨年牧波さんこと佐藤さんじいじい取ったら鳥谷さんはすごいって言います。佐藤輝キャンプでの居残り&喪失特使徹底、平田ヘッド予告仕方ないな、マークされてて草まあしゃあない。佐藤輝の特使に鳥谷がしよう、贅沢な居残りメニューやな、キャンプツアーのファンは喜びそう。これは大賛成だな。佐藤はスローイングが安定すればだと思う、鳥谷はスローイングに備えての補給を考えていたみたいだから指導を受けてほしい。そんだけ期待されてんだ、気を抜いたら三塁持ってかれるし頑張って。去年のチーム失策に貢献した選手はスタメン勢は佐藤、ノイジー、控えは渡辺、小畑、特に佐藤は送球面でのミスが目立った、いくらなんでもエラーしすぎよ、伸びしろしかない。盗塁ができるんだから瞬発力はあるはず、特殊でレベルアップしてほしい。テルが守備上手くなったら鬼にかなぼう。佐藤テルは強制的に特殊とかでやらせんと、守備練習戦からどんどんやってくれ。本人も下半身強化言ってるからちょうどええ、徹底的に鍛えてください。鳥谷どのくらいおるんやろ。わよ始まれ、楽しみで仕方がないが、テル頑張れ、期待してるでキャリアハイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。